ラジオエイジです、えー。16日土曜日2時27分、もう寝なきゃいけないですけどね。うん15日金曜日から、えー、メインチャンネルのね、えー、レギュラー動画を復活しました。<laughs> いろいろ考えてテーマ別でやってたんですけど、まあ別にレギュラー動画いいじゃないかということで、えー、レギュラー動画で上げていこうと。つまりまあレギュラー動画を避けた理由っていうのは、4月の、えー、終わりぐらいに、 えー、あのレギュラー動画を上げると、YouTube からまあ、ちょっと半ば消されてしまう、動画を消されてしまうみたいなね、えー、ことがありまして、まあ、問い合わせた結果、それはバグであるということは分かったんですけど、それのためにね、なかなか多くの方に見ていただけなくなったということで、えー、残念な思いをしたんですが、まあこの間、あのー、しばらくお休みをしていてですね、まあ、そうなりゃそれでいいじゃねえかと。<laughs> まあそうなったんならそれでいいじゃねえかよということでね。まあ、あの正直メインチャンネルの動画が、えっと、1回5万回ぐらい回って、えー、いた時期があったんですけど、それはまあ嬉しくもありプレッシャーでもあったんですね。えー、なので、えー、まあこの後ね、あんま回らなくてもいいかということで、えー、その方がまあある意味気楽にもできるよねということで。 で、まあ、メインチャンネルの動画に関しては、レギュラー動画復活するんですけど、決して無理せず、えー、今日もね、今日というか土曜日もね、一応、あのー、相場展望やりたい、自分でもね、えっ、ー、と、相場を展望したいんで、あのー、動画を作る中でね、自分で相場を見通すことが自分でもできるんでね、その意味で相場展望はやりたいと思ってるんですが、これもまあ、 もしできなければしょうがないなっていう感じで、えー、緩やかに作っていこうかなと思っています。今日、まあこの後寝て、起きて、相場展望をやりたいと思ってるんですけどねで。まあ日曜日はね、この後は前はあのほとんど休憩してなかったんですけど、日曜日はまあちょっと休憩しようかなと思います。ただ、あの、サブチャンネルはね、えー、サブチャンネルの方は、あの僕の趣味のチャンネルでもあるので、こちらには、えー、動画をアップしたり、えー、突然ライブをやったりするかもしれません。 がはいそんな活動は日曜日でもやるかもしれませんがそれは自分が楽しんでできる範囲でやろうと思っていますで今回あのメインチャンネルの動画復活したのはもう本当に一重に、えー、サブチャンネルをご覧になっていただいている皆様のおかげなんですよで、えー、メインチャンネル休んでサブチャンネルに少しずつ動画を上げていたんですがそこで皆様から励ましのメッセージ、えー、頑張れっていうメッセージいただいてねで、えー ほっこりした気分に <laughs> していただいてでまあメインチャンネルって結構やっぱりね、えー、今動画上げるのって結構緊張するんですけどまあでもできるかなっていうことで、えー、金曜日から2本金曜日2本上げまして、えー、今日もね土曜日1本展望作ってね上げたいと思いますまあそれも消されちゃうかもわからないんだけどまあそれで再生回数伸びないんだったら伸びないで気楽に えー、やればいいいかとううような感じです、す、えー、ね今だから結構本当に楽にやってて、うーん木工なんかもやってて、今こうあの後ろにちょっと映ってますけど、あのスピーカースタンドできてきました、塗装もしてね、今ちょっと最後キャスターをつけようと思ったらキャスターがね、合わなくて、えー、キャスターのネジが合わなくて、で今日ホームセンターに行ったらホームセンターがもうね、 早じまいしてて、いつも空いてるホームセンターが空いてなくて、ネジを買ってきてね、キャスターつけて、えー、完成になるんですけど、えー、ちょっとまだ時間かかるんですけど、ほぼできてね、今あここに置いてありますけどね、こんなのもやれたりして楽しかったし、うーん、まあいろいろ、今ちょっとラジオ部さんとね、えー、ある事情がありまして、あの農作業をやらなくちゃいけない事情があって、 でまあ、僕はあの土地を、えー、そんな農作業をやらなくちゃいけない土地は持ってないんですがある事情がありまして、えー、農作業をやらなくちゃいけなくて毎日のように除草作業をやっておりましたよねラジオバさんと2人でねまあ,あでもあの農作業除草作業草刈り機ではあと草を刈る作業をやってるんですけど結構広いんでね、えー、何時間やってもなかなか除草ができなくて。 えー、自分の土地ではないんですが <laughs> ある事情でやらなくちゃいけなくなってで、えー、ただそれを草刈りを夕方やってねで、えー、夕飯を食べるととても美味しいそしてまあ僕はお酒飲まないんですけどそこでちょっと一汗軽く汗をかいて、えー、ドライゼロを飲むと <laughs> 僕はノンアルコールビールを飲むんですけど。 とても美味しいということで、そんなことをやったりもしてまして。それもちょうど、あの、この動画、メインチャンネルの動画をね、休んでから始めたことなんですね。そ,その前はそんな余裕なかったんでね。で、今はだから今日も動画を始めたんですけど、その除草作業もやったし、木工もやったし、えー、だからちょっとメインチャンネルだけで、サブチャンネルにね、動画上げられなかったんですけど、えー、あ、これしか、この動画しか上げられなかったんですけどね。 そんな感じで、ゆるくこれからもね、続けていければなぁと思っております。で、一重に、その、復活の理由というか、復活のモチベーションを上げていただいたのが、メインチャンネルをご覧の皆様のコメント、そして、メインチャンネルじゃない、サブチャンネルをご覧の皆様からのコメント、そして、サブチャンネルをご覧の皆様からのメールなどをいただいてね、それが、 大変あの心に響きまして、えー、よし、また頑張ろうって気になりましたね。はい、ありがとうございます。本当に、えー、ありがとうございます <laughs>、えー。この後はだから本当に緩くやっていくので、えー、メインチャンネルの動画をね、まあお休みすることもあるし、あるでしょうし、サブチャンネルもね、えー、今日もこの動画一本しか、今日もっていうか金曜日、金曜日分なんですけど、この動画もね、一本しかあげられなくて、申し訳ないんですけどね。 ままあ楽しくやらせててこうかなと思っています、えー、今、のこのね新しい PC をセットアップしてるんですけど、今日はちょっと作業ができなかったんですが、えー、まあね、えー、カメラをつけてみたり、今、スピーカーをつけてみたりで、えー、オーディオインターフェースをね1台新調、新しく買おうと思って、えーえー、スタインバーグ、 のーオーディオインターフェースをね注文しようと思っていつも音楽の機材を注文するサウンドハウスで、えー、これがいいんじゃないかなと思って1万6000円ぐらいの新しい、えー、USB-C に対応するこの新しい PC がね USB-C なんで USB-C のポートがあるんでそれに対応するオーディオインターフェースあのつまり PC にくっつけて PC からの音をきれいにこういい音で再生するためのトークですねからきいい音で PC に音を入力するための道具、えー、オーディオインターフェースを買おうと思ったんですけど、それがなんか3ヶ月待ちで、で、オーディオインターフェースがほとんど3ヶ月待ちだったり、納期未定だったり、びっくりしましたけど、あ多分今回のこの問題で、えー、サプライチェーンがー動いてないんだね。だから音楽の機材がね、買えないっていう状況があって気づいたんですけど、で、まあ、あのー、1台、 取り置きっていうかあの予備で持ってたオーディオインターフェースがあるのでそれをとりあえずあんまりベストではないと思うんですけど、えー、それをくっつけて、うん、でスピーカーあのもう,もうすぐ台もスピーカースタンドもできるんでスピーカースタンドできたら、えー、接続して鳴らしてみようかなと思っているところです、まあ、角度的にはねこう下からスピーカーこう鳴らすスピーカーを作ったんですけど上に置き場所がないんでね 下から鳴らしてモニターしようということで。まあまあ良さそうで。まだ鳴らしてみてないんですけど、いけそうな感じですね。うん。えー、いろいろ木工についてもアドバイスいただきましてありがとうございました。<laughs> あんまりね、僕も木工は好きなんですけど、何て言うんですかね、木工そのものに凝ってるわけではなくて、えー、もう本当に実用的木工なんですよ。で、ね、本当に最低限のデザインに凝ってるわけでもないし、え何、ー、て言うかな。 利用でできればいいといとうそんな感じで、ね、まあ、例えばあのここ後ろにねこ,ここにちょっと机がありますよねちょっと特殊な机があると思うんですけどあれもえっとあれはメルカリの出品用の机なんですけどあれもね作ったものなんですよ上の天板がこう外れたりしてえちょっとかなり複雑なあのものなんですけど、えー、道具入れというかねあれも、えー、自分で作った えー、机なんですけどあれ重宝ししてましたねあれでメルカリの出品もうすぐ2年になるんですけどもうすぐやめるんですけど、えー、が手軽にできるとかですねいろいろまあ,あここに写ってるちょっとした台,台ですねあれはキーボードを置く台なんですけどそんなのもあったりそれも簡単に作ったりなんかしてるんですけど、まあ、そんなことをやっていて。 えー、塗装をやったらちょっと久しぶりに塗装がね今回木工のうまくいかなくて結構ムラになっちゃって <laughs> 外側はうまくできたんですけど中にムラができちゃってちょっと残念だったりしたんですけどまあそれもしょうがないなということでまあ作り直すしてると次いけないんでね、まあ、PC の整備をね優先していこうと思っていてですね PC の整備をやっていこうと思っています、えー、PC もねレイドゼロっていうあああの、まああのま CPU が i9 っていうね結構速い CPU そしてハードィスクの構成をねレイドゼロっていうのにして4テラ4テラをね2台をまレイド0で構成することによってあのちょっと前に4テラ4テラになっててなってるはずが8テラで1個しかなかったって言ってたんですけどえっとこれは営業の方がね気を利かせていわゆるレイドゼロっていうので組んでくれたっていうことが後で分かりまして。 で、えー、間違いではなかったわけですが、だからその4テラを2台を1台のように使うことによって、ハードディスクの読み書きをですね、1.5倍以上に早めるという、そういう構成にしてくれて作ってくれてあったんですね。それはまあ僕の望むところで、えー、この PC はこれで録画をするのでね、えー、それはありがたいわけですが、えー、そういうことで、この PC でね、だんだん録画ができるようにな,なればいいなと思って、今まだ、えー、そ,うその前の PC、 30万円ぐらいの PC で今、録画をしてるんですけど、時々音がブチってなるじゃないですか。あれは多分ね、書き込みがハードディスクにうまくいかないっていうことがあってね、まあ、それもいろいろ改善して、今このレベルで録画できるようにしてるんですけどね、その辺は今度は新しい PC はもうちょっとよく多分取れると思ってるんで、その辺もやりながらっていうような作業をね、楽しみながらゆるくやっております。はい。えー、そんなことで、えー、ちょっと話があちこち飛びましたが、今日から えー、メインチャンネルの動画が、えー、レギュラー動画復活ということで、ねえー、時々穴が開くかもしれませんけどやっていきたいと思っています。でサブチャンネルの方もね時々穴が開くかもしれませんけどご要望の多い個別銘柄の動画ねもあげたいと思います。実はちょっとこの1個前に個別銘柄の動画を上げたんですけどなんかもう今日メインチャンネルに2本動画を上げたことでちょっと疲れてしまったみたいで集中力がなかなか持たなくて。 ダラダラ解説だからまあいいようなもののダラダラしすぎてしまいまして <laughs> ちょっとこれは良くないなと思ってあ、うんえー、げるのはやめてねまた、えー、休んでから作り直したいと思いますので、えー、日本株個別銘柄の動画をお待ちの方は少し待っててください、えー、まああのいろいろ話し,したらきりがないんですけど今回あのー 休んでて一番その僕の中で結構ふつふつと湧き起こってきた感情の中に、えー、音楽やりてえなというのがありましてね。でやっぱりあの音楽を諦めちゃうと、えー、まあ、もう言いましたっけね <laughs> どっかで言ったと思うんですけど音楽を諦めちゃうと僕は全体になんかしょぼんとなっちゃう部分があるので音楽を諦めずにですねやっぱり音楽は音楽で作っていきたいと思いまして。 で、えー、それもね、やりたいと思っておりましたね。今、あの、ここに、あの、後ろにね、えー、ここに、あの、結構高いお金を出して買った、えー、音源があるのでね、素晴らしい音源があるので、あれを使、あの、マシンに入れて、で、えー、その音源を使いながら、えー、新しい音楽をね、作っていきたい。そして、えー、サブサブチャンネルの音楽チャンネルを指導して、そちらもね、まあ、あ1年ぐらい、 かけて1,000人ぐらいの方に来ていただければいいのかなっていうねチャンネルで1年ぐらいかか,かかって1,000人ぐらい来ていただいて、えー、まあ人との独立したチャンネルとしてね成り立つようにしていきたいまあいうようなことも考えておりますはいそれも楽しみですねはいそんな形で、えー、復活していきたいと思っております ということでメインチャンネル今日からレギュラー動画復活しましたんでね、それが皆様のおかげであるということをお伝えしたくて取り始めた動画でした。はい。<laughs> この辺にします。ラジオエージでした。